麦わら、教えてやろうか。次のターゲットはラケシュだ。裏切りの代償は払ってもらう。無駄だもんね。ベタベタチェーベタベットン、ラック。ガキも逃げ出すが大人も逃げ出す。おかげでうちは勢ぞろい。調子に乗るな、ゴミども。ぶち殺してやる、貴様ら。おのれ、死ね。気絶。ほう、でもあなたたちの仲間なんて知らないよ。誰も入れず、間抜けなあなたたちが騙されてることに気づくはず。こんな場所分かりゃしない。命の芸術ダインガード、やってくれるかい、ソウルキング。いかにも、王宮の前には藤虎率いる海軍が集結しつつある。海軍の G。 さっきまで一緒だったけど、きっと変態野郎を探しに行ったんだい。それが男だ、坊や。10歳のガキがこんな体験しまったら、もうどてっぱらに穴開いてんだからくたばれよ、格闘チャンピオン。キャー、似合わない。何それ。大丈夫、お前たちは優秀だろ。この状況でまだ若に盾つくとは。フレヴァンスという国の全土を人はそう呼んだ。フィーカ様を止めたのはやっぱり麦わらたちね。このセニョールの姿が見えないけど。うつる病気、気味悪い。お前すぐ出てきだすや。でも一応俺に夜なんだすや。あったわ、お父様。トラファルガーローの手錠の鍵、私の千里眼でやっと見つけた。なんとかして届けなきゃ。わかるよ、ガキのいたずらにしてはやりすぎだ。お前は少し賢すぎたな。そういうやつほど。戦闘力と勝敗は別物でしょ。あなたの心臓は凍りつき、眠るように死ぬの。俺の計画に泥を塗ったことを地獄の果てまで後悔させてやる。俺の科学力の前にひれ伏せ。シュロロロロロロ、シュロロロロ。防音壁、ここから外の音は聞こえねえだろう。外からも俺たちの声は聞こえねえ。殺す。俺は出ていかねえ。そんなもん怖くねえ。俺は地獄を見てきたんだ。死体の山に隠れて国境を越えた。よせ、やめろ。そうか。